あ、どうも、インスタ360フロープロの動画をもう納品した後ですけど、今になって若干使い方をちゃんと覚え始めているバルシャックです。改めてちょっとまあ動画の中ではですね、結局まあどういったことを主に紹介しようかなっていうふうに思ってですね、一応概要欄の方に今回納品した動画の方を載っけておきますけど、まあ、今回インスタ360フロープローの、まあ、一等斎さん、編集長の一等斎さんの方がこう記事を書いて、で、僕は動画を作成するっていうふうな役目で、一応その動画の方を作ってたんですよ。で、まあ、今回、そのインスタ360フロープローになって、まあ、何が変わったのかっていう、まあ、インスタ360フローがもともとあるんですけども、そのインスタ360フローとインスタ360フロープの違いって何なのかっていうと、要は iPhone 特化になってるんですよね。なんで、なんかこう、Apple のドックキット、あ、じゃねえとこれ全然 Vlog の話なんですけど、Vlog の中でこう、実際使ってみた、なんか感想を一応、書いとこうっていうか、まあ、ここに記録しておこうと思うんですけど、要は、まあ、ドックキット対応になりましたよっていうのが一番大きかったんですよ。おそらくアップデートとして。で、ドックキットこれ何かっていうと、まあ、これはもうほとんどなんかアプリケーション側の API というか SDK というか、的なものなんですよね。で、その内容としては、顔認識をして、で、トラッキングをしますよと。で、そのトラッキングの時の、例えばその、こういったジンバルの位置決めとかっていうのをこう自動的にやりますと、いうような、ことをするための、まあ、SDK というか、API というか、の、対応がされてますよっていうことなんですよ。はい。すごい、一番、最も多分今回のアップデートの中で一番注目されている部分は。で、まあ、要はこれ、結局、iPhone に特化したものになりました。っていうのが、要は、要点なんですよね。なので、まあ、そこについて、まあ、もちろん、動画の中で紹介し、まあ、多少したんですけども、まあ、スッとこう終わったんですよね。というのが、例えば、まあ、これを結局、誰が買うのかみたいな話を、まあ、納品した後に一等斎さんとしててですね。例えば一等斎さんの場合だと、結局、まあもう、動画はほぼ、これでしか、まあ iPhone とかでしか撮らないと。ってなった時に、まあ、三脚を持ち歩くぐらいだったら、ドックキットとかで、対応してる、まあ純正アプリの方とかを使って、いろいろちょっとニッチな使い方したいとか、もしくはその、なんかこうビデオ通話したいとか、っていうことを、プラス、まあ、何かこうイベントがあるときに結局三脚を持ち歩かなきゃいけないんだったら、まあこれ一本でいけるよねっていう用途はあったと思うんですよ。はい。というのがあり、かといっても、まあそこの方々のためだけにこう、なんかこうこれを説明するのも、まあ意外と使ってみると、あ、なんか面白いなっていうふうなことを思ったんですよ。だからそこだけ強調してもしょうがないかなと思って、まあ僕はそのディープトラック 3.0 を細かく説明はしてたんですよね。細かくこんなことができますよって。で、このディープトラック 3.0 っていうのは、もうちょっと細かい話をすると、このインスタ360フローの方にまた搭載されてるんですよ。まあおそらくそのアップデートとかが入ったのか、最初から搭載されているのか、ちょっと定かではないんですけれども、まあ少なくともインスタ 360X3 という360度、カメラの X3 の時は確か最初ディープトラック 2.0 が入ってたんですよ。でもアップデートで最近こう、それが 2.0 から 3.0 に変わって、まあいろんなことができますよっていうので、まあその 3.0 について細かくしてましたと。いうところです。まあ、総じて、インスタ360フロープロを買うと何がいいかっていうと、個人的にはそのディープトラック 3.0 が使えることと、まあ、それの 3.0 の映像と、まあ、映像を使って、インスタ360の純正アプリの方で、まあ、自動編集ができるのがすごい楽だなと思ったんですよ。はい。まあ、だから、この、個人的なその使い方としては、この組み合わせの2点で、ディープトラック 3.0 っていう、すごく進化した AI の認識とトラッキング、と、これの恩恵を受けた動画素材を使って、インスタ360の純正アプリで自動的に編集してくれるっていうのがめちゃくちゃ楽だったなということを、はい、感じていた次第です。まあそんなことをフィーチャーして主にやってるんですけども、まあ統一そのアップルのドックキットも調べてみると、もちろんその純正アプリとかで対応してるんですけれども、まあドックキット以外の部分ですね。例えばその、ここの部分。まあ、ドックキットは対応してるアプリは結構多いんですけれども、この部分が、実はそのコントロールする部分ですね。まあ、その動画の録画とか、セルフィーのところの切り替えとか、
対応しているカメラアプリが実は少ないんですよねっていうのがあるんで、実は毒キット対応だけだともうちょっと使いづらい部分が実はあったりするというのが、まあ、今後のアップデートでだから iOS 18以降とかでいろいろ対応してきますよみたいなコールはされアナウンスされてるんですけど、まあ、そういった点が、すごく細かく、めちゃくちゃ細かく、今後に期待したいっていうのがあって、まあ、主にやっぱりこう、今回紹介するにあたって、どこにフォーカスしたもんかなと。だってディープトラック 3.0 だと。あ、ちなみに言うとディープトラック 3.0 の中でいくと、インスタ360フロープロにしかない機能が一個だけあって、まあ、これ、なんかニッチすぎるなと思ったんですけど、これ今ね、顔の認識されてるんですよ。顔の認識がね、こうやってされてますよ。で、しかもこれここのトリガーの部分、一回押すと顔認識できるようになるんですよ。で、顔認識してるときはしかも、これもインスタ360フロープロの独自の機能らしいんですけど、ここのトラッキングライトがつくっていう、おおみたいな感じの、なんか、おおっていう、なんかその、ニッチすぎないみたいな、アップデートニッチすぎないかみたいな感じするんですけど、まあ、意外と便利だったりはするんですけど、まあ、そんなことがいろいろあったりはしますが、はい。で、何の話してたっけ？あ、そう、結局だからニッチなアップデートがめちゃくちゃ多いんですよ、これ実は。はい。その、動画映えしないぐらいのニッチなアップデートが調べてみると多くてですね、それの一個が、そのディープトラック 3.0 の中にある、被写体の種類が動物とかもいけますっていうのが、アップデート内容でインスタ360フロープロにしかない機能なんですよね。っていうことがあり、で、僕のなんか動画の中でインスタ360フロープロに借りれるんですよね、みたいな話をしたら、オゾンポケット3を買いましたと。で、オゾンポケット3の難点はやっぱこう、ペットの動画、まあ、ワンちゃんとか、そういったところの動画、撮るのが大変っていう声を聞いてですね。まあ、ちなみに言うと、はい、補足すると実は、そう、ディープトラック 3.0 のインスタ360フロープロの方だけは、今のところ動物の認識ができるという、なんかそういう、すっごい、一部の、まあ、ペットをお持ちの方向けの機能があります。しかもこれただ、iPhone に特化しているので、正確に言うと iPhone を持っている方で、動物のトラッキングがしたい方は、いいんじゃないかな、というような、まあ、超ニッチな、はい、ただ、ペットを取りたいだけじゃなくて、iPhone も持てなきゃいけないっていう。で、しかも iOS 17以上対応してるような最近の機種じゃないとダメですよっていうのがあってですね。かなりニッチなんですけれども、まあそういう機能がありますよっていうのが、今回のインスタ360フローの、フロープロの、まとめになりますが、まあこれ一応その動画の素材と、長尺の動画と、短い1分ちょっとぐらいの動画2本上げて、で、伊藤崎さんにこう物を引いちゃったんですけど、なんかその伊藤崎さんも、もうちょっと使えますっていうふうに言われて、あ、じゃあもうちょっと使えますって言って、まだお借りしているというような状態で、なんかもうちょっとこう、いろんな面白い使い方ができないかなっていうので、今、試しています。本当はこう、もうちょっと細かい紹介とかしたいことがあって、例えば、納品した動画の中で、矢沢さんに出ていただいて、で、矢沢さんのその紹介カット、ぐるっと一周回るようなカットとか撮ったんですけど、あれ実は、もうちょっと単純にフェイストラッキングをしてるだけじゃなくて、もうちょっと細かいことをしていて、何をしていたかっていうと、あれフェイストラッキングをした後に、被写体認識をしている最中に、まあ、一応このトリガーを長押しすると、ロックかかるんで、ぐにゃぐにゃ動かないというか、本当になんかこう、ピーって止まって撮れるんですけども、まあ、それをしながら、ぐるっと一周回ったんですけど、その時に、これちょっと、画面直映しで申し訳ないんですけど、この今見えている下ら辺のところに白い長細い丸があるのがありますかね。これオートズーム機能なんですよ。で、オートズーム機能っていうのは、この今トラッキングしている状態で、この対象との距離感を測って、自動的にズームをこう調整してくれるっていうものなんですよね。で、ちょっと僕の顔が今からアップになりますが、ですね、これぐらい近寄っている状態って、これ、トラッキング外しますね、一回。トラッキング、オートトラッキング外します。はい、今トラッキング外しました。で、この状態からですよ。この状態から、ちょっとリング回すとですね、はい、こうやって、僕の顔すごいアップになるんですよ。で、まだちょっと、若干細い枠が見えてるのわかりますかね。これが一応そのトラッキングをしてますよっていう表示なんですけども、この状態で、オートズームをオンにすると、はい。こう勝手にね、今 0.5 倍の広角にしてくれるという。だからこういう機能があったりしてですね。まあ要は、
ワンオペしやすいっていうものなんですね。一回だけ、ちょっと福岡に行ってる間に、その FGN っていう僕の働いてる会社のオフィスがあるところの目の前の広場のところで、なんとかこう、オートズームをオンにして、僕の顔をこう認識させながら動画撮ってる時に、そのまま動画撮りながら、この、まあマイクとかつけて、ワンオペで紹介動画とかも撮ろうかなっていろいろ試行錯誤したんですけど、まあなんかそんな感じでこう、うまいことやればこう一人撮りも実はしやすいんじゃないかって個人的な使い方としては思ってます。はい。要はその、まあ、距離に限りはありますけどね。最大で、まあこれの場合だと3倍までしか電子ズームいかない。で、まあ15プロマックスか。15プロマックスとかだったら5倍ズームとかいけるわけなので、この5倍、0.5 倍から5倍の範囲内で自由に動いて、勝手に距離を計算して画角調整もしてくれる。ただ5倍まで行くと、個人的な勘ですけど、離れすぎるとトラッキング外れやすくなるんですよね。まあ、それは単純にその、画像認識系の、まあ、しょうがないところですよね。単純に、こう、なんだろう、ピクセル情報が減っちゃうと、それだけ認識精度ってのは落ちていくわけなので、まあ、そこは結構難しいところなんじゃないかな、というふうなことを、はい、思っておりますが、なんかそんな感じの使い心地でしたが、まあ、こういったオートズーム機能とか、あとドリーズームって言って、被写体認識しながら、こう、ぐるぐるって回転していくような撮り方とかできるらしいんですよ。個人的に今はもう一人なので、一人だとドリズム使いづらいので、それやらなかったんですけど、まあなんかそういう、結構ね、そう、やりながら、あ、これ本気で使いこなしたらめちゃくちゃかっこいい映像撮れるなって思った機種だったっていうのを、まああんまりこう、その納品した動画の中では、ちょっとそれを全部喋り始めると、なんか、まとまらないなって思ったのと、あとメインはやっぱりこう伊藤さんが書いてる記事の方なので、まあ僕はどちらかというとこう使用感というか、実際のユースケースみたいなのが分かりやすいようなものができればいいかなって。まあ、特に短尺の動画とかは、なんかその Vlog 撮ってみた感のある、まあ、なんか動画とかを撮ってたんで、まあ、そんなところです。はい。っていう、まあ、編集後期なのか、何なのか分かんないんですけど、はい。インスタ360フロープロの編集後期はそんなところでした。はい。総じて面白いプロダクトだと思いますね。僕は、一人なので、なんかこう、一人で頑張ってこうやって、例えば置いて撮影する、でこうやって喋る、でオートズームとかで近寄ったりとかしても、ある程度フレーミング決めてくれるしっていうので、かなり便利だったな、とも思います。結構滑らかな映像も撮れるな、と思いながら。被写体認識もかなり優秀ですし、矢沢さんに協力していただいて、渋谷のスクランブル交差点近くで歩いてても、全然被写体外れないし、これはなんかめちゃくちゃ便利だな、と。っていうふうなことを思いながら、まあ、ワンオペもできる可能性もあるわけで、本当に便利なものだったと思います。で、Vlog 撮るにしても、なんか、どうだろうな、ご家族いらっしゃる方とか、まあ、あとその、さっき言いましたけど、ペットを撮りたい方は結構向いてんじゃないですかね、っていう、はい、っていうのが個人的な感想ですね。まあ、僕は基本自撮りなので、そう、オゾンポケット3のことだと言うんですけど、オゾンポケット3の最大の弱点、なのかわかんないですが、まあ、比較した時の弱点としては、アウトカメラというか、その、前方を向いてる状態で、フェイストラッキングできないので、まあ、そこの差別化ができますよね、っていうのは、なんか使ってて思いました。なんかそこが一番じゃないかなと。そのトラッキングが、フロントカメラでも、リアカメラでも、どちらもいけるよっていうのが、結構利点なんじゃないかな、というふうに思います。で、結構、まあ、最新の iPhone の機種をお持ちの方は、その iPhone のカメラ性能を存分に引き出せるような、まあ、撮影のその、なんだろう、レックボタンは押せないんですけれども、例えばダヴィンチカメラとかのアプリを使って、映像はダヴィンチカメラで撮りながら、でもフェイストラッキングとかしてくれるので、こう、ね、安定した映像が撮れるというのはいいですし、使いこなせば本当になんか、プロっぽい映像が撮れるというのが、結構いい点なんじゃないかなというふうに思いました。はい。という感じで。まあそんな感じでですね、一応昨日、一昨日ぐらいかな、に、もうテクノイスさんの方で、レビュー用の動画と、記事を公開されたので、概要欄に貼っておくので、ぜひそちらの方は、よろしくお願いします。ちなみに動画の方には、テクノイスさん発行の、
こちらの、なんか、アフィリエイトリンクですね、が貼ってありますので、もし、製品購入してみたいなと思っている方がいらっしゃったら、なんか、そんなに物がなかったのが、結構割とすぐ在庫なくなっちゃうらしくて、なんか今週末ぐらいに在庫復活するらしいんですよ。なので今週末ぐらいから買えるらしいので、ぜひご興味のある方は、その、概要欄の方の、記事と動画の方にあるリンクからご購入していただけると、テクノエッジさんの、応援にもなりますよっていう。はい。ちなみにそちらから買われても僕の方には、アフィリエイトで1円も入ってこないので、ぜひ、テクノエッジさんの応援の気持ちで買っていただければ良いかなというふうに思います。僕のことを、応援していただける方は、この動画にいいねボタンよろしくお願いいたしますというところが、今回の、インスタ360プロの編集後期でした。プロダクトとしては非常に面白いと思いましたというのが、はい、総じての感想です。はい、以上、プロジャケでした。Yeah, start to clap. And I start to clap. So I'm feeling good.